熱で溶かした、クーベルチュールチョコレートクーベルチュールチョコレートは、ケーキなどの成果の仕上げなどに使われる、脂肪分の高いチョコレート。国際食品企画委員会コーデックス STAN87 から1981、レブ1から2003によれば、成分において、総カカオ固形分35%以上。 カカオバター31%以上、虫カカオ固形分2.5%以上でなければ、クーベルチュールと称することができない。これは、脂肪分が多く含まれていない場合、コーティングの際に薄く、表面を覆うことができなくなるためである。国外ではこの規格にのっとっていないものは、クーベルチュールとして認められないが、日本では、ただの、 生花用のチョコレートという意味で用いられる場合もある。クーベルチュールはフランス語でカバーという意味。加熱してから使うのが前提のため、固形として包装される前にテンパリングを行っていないものも多い。コーティング以外にディップとして使うのにも適している。 http://www.fao.org コロンススララッッシシュュスラッシュインプットスラッシュダウンロードスラッシュスタンダーズスラッシュ67スラッシュ CXS087EPDF ありがとうございます。